オリンパステルモバイオマテリアル立川と申します。今回はこのようなですね、機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。感謝申し上げます。今日はですね、共生社会の実現に向けてということで、重度障害者アスリートとともにと、こういうテーマでですね、ご説明差し上げたいと思います。まずはじめにですね、ちょっと会社ご紹介させていただければと思います。医療業界の大手のですね、オリンパステルモ、こちら2社にですね、出資いただきまして設立した会社でございます。事業内容としましては、人工骨コラーゲンですね、生体材料およびですね、再生医療に関する研究開発、そしてですね、製造販売もしております。で、規模としましては132名ということで、中小企業です。そういった規模でですね、事業活動をしております。で、企業理念です。医療に希望と生命に輝きをということで、それぞれの頭文字を取ってですね、生き生きということでですね、病気や怪我にですね、苦しむ患者様がですね、健康で生き生きした生活が送れる、そういったところをモットーにですね、活動をしております。こちらちょっと製品群なんですけれども、整形外科とかですね、歯科、あと総称領域で販売しておりまして、例えばなんですけれども、整形で言いましたら、骨折した患者様にですね、弊社の人工骨を補填しますと骨に変わってしまうと、そういう特殊なですね、生体材料を扱っております。いわばですね、社会的貢献度が高い製品を扱っていると、そういうプライド自負を持ってですね、日々活動をしております。はい。以上がですね、会社案内になります。ちょっと本題に戻りまして、今回の重度障害者アスリート1名ですね、採用させていただいております。で、背景からですね、ちょっとご説明差し上げますと、2017年当時ですね、ご承知の通り、障害者雇用促進法って、皆さんご承知の通りだと思いますが、雇用率が 2% ということで、弊社としてもですね、軽度の方2名、重度の方1名取らなきゃいけない、雇用しなきゃいけないと、そういう義務がございました。ただ残念ながらですね、2017年度っていうのは、雇用がなかなか難しくてですね、最終的にはもう納付金ということでペナルティも発生してしまったと、私としては責任者としてなんですけれども、非常に申し訳ないということでですね、こういう責任が果たされていない、非常にどうしたらいいんだろうかと悩みました。一方で中小企業ですから、販管費も限られてますし、いろいろと、いやらしい話ですね、いろいろ考えました。で、その結果、私としてはですね、重度障害者アスリートを採用しようという結論に至ったわけです。ただ思うだけではダメで、やはりまず始めしなきゃいけないのは、経営者の方、そこに対してご理解いただけなきゃいけない、説得もしなきゃいけないということと、あと関係各社ですね、そういった方もですね、共感いただいて進めなきゃいけないということで、3つ目的をですね、掲げさせていただきました。まず1つ目はですね、企業の責任ということで、今申し上げました法定雇用、これを達成しなきゃいけないというのが1つで、2つ目は企業価値向上ですね。先ほど申し上げた通り、事業活動としては再生医療もやってますので、重度障害者の方と一緒に何か取り組むことによってですね、対外的に何かメッセージ、発信することができるんじゃないかというのが2つ目です。で、3つ目がですね、風土改革です。アスリートの方がですね、社員として頑張ってる姿っていうのは、少なからず社員にいい影響を及ぼすんじゃないかと、その思いでですね、風土改革、これもできるんじゃないかということで、3つですね、掲げて共感いただき採用することになりました。で、採用するにあたりまして、車椅子の方ですので、ビル側のスペック大丈夫かということで、細かいことはちょっと割愛しますけれども、例えば玄関とかスロープがあるかないかとかですね、あとトイレですよね、十分な広さがあるかどうか、そういったところをですね、しっかり確認して、問題ないなと、受け入れもちゃんとできるなということでですね、採用させていただきました。で、ご縁があったのがですね、石原ということになります。ご本人も了解しておりますので、詳しくこう大々的にちょっとこう説明させていただきますと、2018年の1月1日に入社いただきました。当時はですね、彼のその経歴がですね、シドニーパラリンピックのバスケットボールの元代表選手だったんですね。面接当時はですね、もうすでに引退されてて、第二の競技人生ということで、パワーリフティングをやってました。当時は2018年なので、ご承知の通り2年後ですね、東京オリンピックがあると、パラリンピック出たいと、そういう思いで、じゃあぜひ一緒に頑張っていこうということで、ご入社いただいた次第です。ですからですね、この働き方というのも独特で、1日8時間労働だったんですけれども、5時間、これは通常勤務いただいて、
3時間は筋トレしていいよということで、契約社員として個別契約結んでですね、1年更新して、もう早4年目と、そういう状況でございます。で今回ですね、せっかくなんで、社ラリーもちょっと資料を作っていただきましたので、ご紹介させていただければと思います。障害等級というのは、一種二級ということで車椅子で、写真にあるのはですね、居室とかで仕事をしている風景になります。入社当時はですね、業務とアスリートの両立、なかなか葛藤があったみたいなんですけれども、幸いにも私たちのサポートが良かったのか、頑張ってやっていただいていると、そういう状況です。であと、もともとねバスケットやってたんですけども、パワーリフティングって非常にマイナーなんですね。ですからまず社内にですね、パワーリフティングとは何ぞやということで一生懸命ですね、社内に周知いただいて、それを社内の社員がしっかりご理解いただいた上でですね、じゃあ彼を応援しようということで、逆に言うと社員が彼のファンになっていただく、そういった取り組みを地道にさせていただきました。おかげさまでですね、地道にその裾野が広がってきて、それが彼のモチベーションにもなっているかなと、そのように思っています。こちらのスポーツイベントの一つの例なんですけれども、京都のチャレンジカップっていうのがありまして、京都までですね30名引き連れて応援した、成功事例なんですけれども、もちろんその社員に積極的に参加しやすいように、新幹線代、この往復代はサポートさせていただいて、もう一斉にですね大きな声を掲げてですね、それいけと、もうまさにですね一枚は一体感になったなと、そういう事例でございます。で写真のこの2枚目なんですけれども、残念ながらですね、東京パラリンピック、非常にハードルが高くてですね、ご縁はなかったです。一時彼も落ち込んでましたけれども、すぐ気持ちを切り替えて、フランスを目指したいということですので、それはもう会社として一丸となってですね応援しますよということで、今一緒になって頑張っていると、そういう状況です。で石原さんがですね、非常に人脈が広くて、顔も広いということで、NPO 法人のパラキャン様とご協力させていただいて、社会貢献活動、主にですね学校訪問もさせていただいています。でそこでですね、共生社会ですね、それを実現するために、彼が今まで経験してきた障害だったりとか、あとはスポーツが持つ力、こちらをですね小学生の子どもたちにですね講演を行っていると。私も実際ですね付き添っていきましたけれども、下手に事務職でですねカチャカチャやるよりも、実際に現場出てね行くと、非常にいろんなことが分かりますので、良かったなというふうに思ってます。こちらもですね、もう人脈が広いものですから、内閣官房の方と教えられていらっしゃってということで、ホストタウンプロジェクトとかですね、ホームページにも掲載していただいたりとか、あともともと彼が埼玉県朝霞市に住んでるんですが、朝霞市報でですね、パワーリフティングの良さというのをですねアピールしていただいたりとか、非常に積極的かつ自主的にやっていただいてますので、私としても非常に助かってます。で今後はですね、やはりいずれかは現役を引退するかもしれない、それを見越してですね第二の彼のキャリアというのをサポートしていきたい、そういうふうに思っています。で最後の方になりますけれども、共生社会の実現に向けてということで、私は彼と知り合って、障害者スポーツを通してですね、誰もがスポーツに親しむ機会を持っていること、これを伝えてですね、スポーツで可能性を追求する人の姿っていうのは、障害のあるない関係なくですね、人々の関心、これをですね引きつけてですね、夢や感動を与えることができるんだなというのは実感しております。で強いてさらに言うとですね、人や社会が作ったそういう障害というのは意識次第でなくせるはずだなと思ってます。でそういったバリアフリー社会を考えるヒントをですね、これを機会に一緒に考えていければなと思っています。例えばなんですけれども、車椅子に乗ってらっしゃる方を見て、皆さんどう思いますかと。いや大変だね、車椅子不便でしょと思うかもしれません。ただ本人からしますと、こんな便利なツールはないはずなんですよ。でそこにバリアっていうのは考えてないと思います。じゃあ何がバリアなのかって言いますと、例えば皆さんが美味しいコーヒー飲みたいということでお店に入るときにですね、そこにスロープがなくて階段しかなかった、その時に車椅子じゃ上がれないわけですね。そこで初めてバリアを感じると思うんです。でその時に私たちがですね、もう何気なく何かお手伝いすることありますか、そういったことがですね平気で言える社会、これがですね共生社会の実現の一歩になるかなと、そのように思っています。すなわち、最終的にはですね、こういう心のバリアフリーにつながるんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとでもですねこういったところ取り組みをですね共感いただけたら幸いでございます。でちょっと彼のですね動画もありますので。
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社所属石原雅治です。私はオリンパステルモバイオマテリアル株式会社に入社し、人事総務の業務とパラパワーリフティングのアスリート活動を始め、今年で3年目となります。入社当初こそ業務とトレーニングの両立に不安や心の葛藤はあったものの、所属町長である今回発表されている立川さんや職場の方々の丁寧なアドバイスやサポートにより、人事総務の仕事を覚え、パラパワーリフティングを続けることができました。また、パラパワーリフティングはとてもマイナーな競技ですが、社内で周知することができたことにより、ファンの方を多く作ることができたことも、業務と競技を続けてこれることになった大きなきっかけとなりました。ファンの方々にはコロナ禍前のとある大会で大会応援ツアーを開催させていただき、京都まで30名近い方にご参加いただいたこともあります。大会では私がバーベルを持ち上げるシーンを、ファンの皆様の声援と一緒に私と力を合わせていただき、バーベルを持ち上げました。ファンの皆様の応援により、アスリートとして結果を残すことに貪欲になれたこと、応援に応えるためにより一層トレーニングに熱が入ったことなど、計り知れない大きな力になったことは、言うまでもありません。これからも業務と競技の両立に向け、職場の方々にご協力をいただき、ファンの方々と一緒にパリパラリンピック出場に向け、また頑張っていきたいと思います。はい、ということでですね、今日実に言いますと、石原にもちょっと一緒に来てもらってますので、一言だけご挨拶させてください。すいません、お願いします。石原雅治です。パラパワーリフティングで、今頑張っています。ですね、業務のところで、説明していただいたと思うんですが、トレーニングを業務として行っています。でその、トレーニングのですね、成果として来月から、ジョージア共和国で行われる世界選手権の、日本代表に、選出されることが決まりました。はい、ありがとうございます。はい、まずはですね、これを一つのステップとしてですね、最終的にはパリパラリンピック目指したいなというふうに思っています。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上になります。ご清聴ありがとうございました。